衝撃渋野日向子のゴルフに関する真実と、彼女が明かした驚くべき結婚の秘密。渋野日向子選手は、現在世界を代表する女子ゴルファーの一人として、多くの人々から尊敬されています。彼女が優れた運動能力を持ち、ゴルフの才能を開花させたのは、実家がゴルフ場を経営していたことがきっかけであったことは有名な話です。しかし、その渋野選手について驚くべき真実が明かされました。それは過去に彼女が結婚していたという事実です。彼女がまだ10代だった頃、実家のゴルフ場でクラブハウスの受付に勤めていた時、ある男性と知り合いました。その男性は同じくゴルフが好きで、一緒にラウンドをするようになりました。彼女が一つの結婚式を挙げたら、その相手は眩しい未来を開いていくことだろうと思い、私たちも、そのことを奥様に伝えました。その結果、奥様は、驚くほど穏やかでいらっしゃいました。しかし、その男性が、実は既婚者だったことを知ったとき、彼女はショックを受けました。その男性は、自分との関係を続けるために離婚すると約束していたのですが、実際には、その約束を守ることができず、結局離婚は成立しませんでした。それにより、彼女は、深い傷を負い、ゴルフに対しても、興味を失ってしまいました。しかし、そんな中でも、彼女は、自分自身に対して、強い気持ちを持ち続けていたのです。そして、数年後、彼女は、プロのゴルファーとしてデビューし、独自のゴルフスタイルを、確立させました。このように、幾多の困難を乗り越えてきた渋野日向子選手の人生には、多くの人々が感動を覚えることでしょう。彼女は、今後も美しいゴルフとともに新たな時代を切り開くでしょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。